ね、アジアの皆さん、ハロー、ニーハオ、アネハセヨ。今回、幻想論度と不思議の幻想郷の2つが、まあ、本格的にアジアのローカライズされるわけなんですけど、これが実は東方の人操作用ゲームとして初めてローカライズされるものなんですよ。まあね、東方プロジェクトっていうものがどのぐらい知られてるかどうかわかんないですけど、結構日本独特の文化を使ったもので、まあ、アジアの人にわかるかどうかっていうとちょっと難しいなと思ってるんですけど、その日本でこういうのが盛り上がってるよっていう感じだけ分かってもらえればすげえ嬉しいなと思います。そんな感じで東方プロジェクトをプレイステーションでぜひ楽しんでいただきたいと思います、ね、よろしくお願いします。プレイステーション。